皆さんこんにちは、相原幸喜と申します。さまざまな日本の音楽に初心者の僕が挑戦していく企画、今日は篠笛にチャレンジしていこうと思います。初めての僕でも日本の音楽を楽しめることができるのでしょうか。さて今回ご指導くださるのは福原さとか先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は存分に楽しんで挑戦してください。はい、そういうのに入ってるんですね。はい、こちらは緑色ですけど、はい、赤とか紺とかいろいろなたくさんの一色だけでなくて、あの西陣織のようにある綺麗な柄の入った袋とかもありますので、そちらも楽しめます。こちらが篠笛ですね。こちらが歌口と申しまして息を吹き込むところです。でこちらは7箇所穴が開いておりますが、手穴といってこちらを指で塞ぎます。いろいろな音の高さを出したりするんですね。では篠笛を持ってみましょう。はい、ありがとうございます。あ、思ったより軽いですね。なんか手にしっかり馴染む感じしますね。これなんか竹のぬくもりが感じられると思います。あ、なるほど。でこちらの竹でできてますので、はい、少しぶつけたり落としたりしただけで、はい、あの傷がついてしまいますので、歌口も手穴も傷つけないように気をつけてください。はい、わかりました。はい、それでは、篠笛の持ち方なんですけれども、はい、左手の親指と人差し指の付け根で軽く手穴の少し左を下から挟みます。少し左、はい、で左手の人差し指、はい、指の腹もしくは指の先で手穴を塞いでみてください。どっちでもいいんですか。はい、わかりました。塞いやすい方で構わないですよ。はい、でもしちょっと人差し指が遠いな、届かないなっていう場合は、うん、もう少し手穴に近づいて、それで塞いでください。目安はこの黒い、巻かれているところくらいですかね。ですね。巻かれている楽器もあるんです。はい、それは籐で、籐が巻いてある場合もあるんですけれども、ね、私のように巻いていない笛もありますので、うん、巻いてある方は籐を目安にしてください。巻いていない方はもう自分の人差し指が取れてるので、指の長さによってってことですね。わ、はい、かりました。で右手ですが、小指の腹で一番相原さんから見て右側の手穴を押さえてください。親指は右側から3番目か4番目の手穴の裏を親指支える目安の位置ですね。はい、そうです。で今押さえていない手穴の上にこう指がかぶさるような感じ形にはならずに。あ、ならずに。わかりました。しっかりと開けてください。開けてピン、はい、こういう感じですかね。はい、綺麗な持ち方です。ありがとうございます。はい、次に構え方です。はい、まだ音は出さなくていいですよ。あ、わかりました。こう構えた時にまず笛が地面と水平に、水平に、ほぼ水平ですね。はい、少し下がっているぐらいでしたら構わないです。うん、水平か少し右に下がっている。はい、極端にこう右側がすごく落ちているというふうにならないように気をつけてください。はい、で脇は握り拳1個分ぐらい入るぐらい開けていただいて、キューッと締めすぎたりこう肩が上がるぐらいにこう広げすぎたりしないでリラックスして力を抜いてください。で姿勢は前かがみにこう前のめりになってしまったりとか、椅子に背もたれがあるのでこうついつい横かりたくなってしまうんですけど、ありますね、こう横かかってのけぞるような形で拭いたりとかしないで、はい、まっすぐに姿勢を伸ばしてちゃんとすればですね。はい、あ、すごく綺麗な、あ、本当ですか、良かったです。では、はい、今度は音の出し方です。はい、では笛の両端をですね、下からはい、まず音の探し方です。はい、唇ですが、いとかえのように軽く口を両端を結んで、ちょっとえくぼを作るような形、軽く微笑む感じですね。うとかおのようにこう唇を尖らせるのではなく、こう軽く結んで引いて、でこのまままっすぐに息をふーっと細く
長く吹き出す、これが唇の形です。はい、はい、そうですね。で、歌口、はい、自分の唇にしっかりと押し当てます。はい、軽く触っている程度ですと息が中に上手に入っていきませんので、自分の唇にしっかりと笛を押し当ててください。はい、そして先ほど行いました唇を軽く結んで、うん、横に軽く結びまして、はい、前にふーっと息を吐き出します。はい、下に中に吹き込もうとせずに、うん、もう自分のまっすぐ正面に向かって息をふーっと細く長く吐き出してください。はい、全然出ないんですけど、これを、はい、音の探し方が難しいんですね。はい、もう一度練習してみましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、もし今この押さえているということで鳴らしにくいなという場合で、はい、もう少し笛を手前に巻き込んでみたり、はい、あとは外に歌口をもう少し出してあげてください。笛は巻き込みすぎても、うん、外に歌口を出しすぎても音が鳴りません。なるほど。ちょうど位置を探すのがとっても大変なんですね。なるほど。わかりました。これは息吹きながらやってみるってことですか。はい、そのようにですね。鳴らしやすい位置を探すのがとても大変です。一度探してしまいます。わかりました。ちょっとじゃあやってみますね。はい、惜しいですよね。でも少しなってきました。なってきましたよね。すごくいい音。やった。いや、出ますね。